今日は板橋志村の近くでしたね。イオンスタイルっていう店があって、そこでずっと新聞とか読んでた。ちょっと足が痛いからね。なったなった。それでね、ツールドフランスのね、選手はね、20日間で2300走るんよ。2300キロ。だからね、その超人的な能力は何かと思って調べてた。まあ、一見くだらないけどね。あの辺は、ちょっとこれ塩コショウないですか。綺麗でね、もう座るとこがいっぱい。行ってみようかね。フードコートが広くて。行ってみようかね、私。空いてて。行く価値がある。あるある。一日過ごせる。でも遠いよ、ちょっと。都営三田線？三田線から歩かんけ。その辺のカフェでもいいよ。そんなわざわざ行くっていうことでもない。でも綺麗綺麗。うん、東武の方がいい。当たり前なんですよ。これ池袋には買ったよ。ね、東武で外にいつも行きよるとね、普通の店がなんかあんまりよくない。でも郊外でね、空いててね、ちょっと行ったらすごい空いてる。
ガラガラっていう人口が少ないけどね。で綺麗でね、いや人口は多いよ。うん、ゆったりスペース。駅から遠いとこだから。駅だからね、人が多いんだよね。でブックオフがあってる。ブックオフはどこでも進出しとるね。地図に載ってなかった。最近だったんだろう。あ、おかわりある。ないよ。あ、もうない。うん、もういいわ。これがやったら美味しいよ。エビ？うん。私が考えたなんかエビチリに似てる。エビチリはそれにね、赤いケチャップとチリソースを入れる、うん、昨日も美味しかったんだけど、昨日何だったっけね、なんか昨日何だったかね、麻婆豆腐。あコンビニのね、うん、ルシスナブーのマンションの広告見たら5000万円。ああ、住宅ね、5000万円以上するんかね。だけどここはここは産じゃうけど、うん、上の階はするか、広いとかするか、うん、それで池袋のあれの前、区役所のね、隣にね、なんか最近大きい建物ができるよね。池袋の区役所の隣に2ツインタワーが建つんだって。なんか50階建ての今日ね、パッと気がついてね、うん、立教のところ辺から見よったらね、大きい建物が建ちよるね。もう見えた、なんか見えたよ、あのサンシャインの横丁も。ツインタワーがね、立ちよ、ツインができるんだって。住友不動産と野村さん、すごい変わるね、あの辺が。いや、どんどん立つね、あそこ。僕の、うん、あの辺もっと変わるよ、てっちゃん。あー、ということでごちそうさまでした。あー、味噌汁ない、もうちょっと、うん、なんかあの辺でさ、仕事見つけて、あの辺で仕事ができたね。どうやってもできんのよ。定食屋さんとかやったら大変だろうね、お母さんがね、ああいう。そんな味噌汁屋だっつってね。出汁が出てるんだ、それ。わかめが美味しいと思う。うん、生わかめが。うん。乾燥わかめじゃなくて。美味しい。出汁が出てって今。今日は読書でした。ああ、ごちそうさまでした。